スファンバルボフィラムメドゥーサエバルバフィラムメズサエは豆ズタラン族の卵化植物。花が小さいのに花びらが極端に細長く、それを多数まとめてつけるため、ホッス状の奇妙な姿になる。常緑性双本で着生植物。ニセリン系は補服形状に間を置いてつき、円錐型で高さは2センチメートル。先端に 長さ12から1 5トルの線状大円形の葉をつける。花形は長さ1 5トルほどになり、ストに包まれ、先端に多数の花を密生する。花は長さ12から1 5トル白から単紅色。学編、特に側学編は糸状に長く伸び、基部はやや幅広く、ここに安心色の斑点がある。 側下弁と新弁はいずれも極めて小さく、先端は尖る。外見的には、長い学編が花の密集した中心から放射状に出て、先端が垂れるので、その見かけは、ホッスのようなものとなる。花には、異臭がある。花の寿命は短い。学名の種庄名は、ギリシャ神話の神が蛇である怪物メデューサに由来し、この花の姿を指したものである。 タイ南部からマレー半島、スマトラ、ボルネオに産し、フィリピンにもあるとの説もある。高温多湿な熱帯雨林に生育し、半日陰の樹幹に着生する。溶蘭として栽培される。外見では他に、例のない独特の姿で面白い。ただし匂いは、かなり臭い。以下、記載は、園芸植物大辞典、P2950 度橋、P218 度橋、 P218 園芸植物大辞典 P2950 斎藤 P81 ありがとうございます。